こんにちは、茅ヶ崎テレビの夏希です。今日は4月からランチを再開したジャックにやってまいりました。これからランチをいただきます。楽しみです。いらっしゃいませ。こんにちは、お願いします。はい、では早速ランチのメニューの方をチェックしてみたいと思います。サーロインステーキとかデミオムライス、ロコモコグリーンカレーなどいろんなメニューがありますね。なんか無国籍な感じで楽しい感じになっております。で、本日私が選ぶのはジャックの一番のおすすめであるというジャックタコライスを頼んでみたいと思います。早速やってきました。美味しそうですね。スープもつくんですかね。はい、ありがとうございます。はい、タコライスやってきました。こんな感じです。それではいただきます。まずもうプルプルの半熟卵、これはもうたまらんですね。早速これを崩して、見た目も綺麗ですね。アボカドがすごい大きく贅沢に入っております。お豆が入ってますね。あとご飯がこれ五穀米なのかな。結構スパイシーですね。結構複雑なスパイスな感じがします。アボカドが新鮮。合いますね。このスパイスが効いてるお肉にこのアボカドのまろやかさがさっぱりとして美味しい。一緒に食べちゃおうか。お豆がいっぱい入ってますね。お豆好きとしてはたまらない美味しさ。かなりスパイシーですよ。細かくなってるんで分かりにくいんですけど、見た目だと結構野菜がいっぱい入ってるような気がしますね。チーズも入ってますね。今チーズが固まっててすごい美味しかった。タコライスってお肉なんですけど、結構こう野菜、生野菜も一緒に入ってるからさっぱりいただけるので。結構食欲ない時とかいいんですよね。はい、ごちそうさまでした。とっても美味しかったです。ありがとうございます。では早速ですね、店長の本村さんにお話をお伺いしたいと思います。まず先ほどいただいたタコライスなんですけれども、はい、食べた時にあのスパイスが特徴があるような感じがちょっとしたんですけど、はい、何かこだわりとかあったりしますか？スパイスはですね、オリジナルで1から7種類のスパイスを調合しています。そうなんですか、はい、結構7種類って大変じゃないですか？そうですね、何回も失敗しながら試行錯誤したそうなんですね、はい、だからあんな複雑な感じで美味しかったんですよ。結構ピリッとしててですね、美味しかったです。で、そのピリッとしてるあのスパイスが効いてるタコミートに、アボカドとアモン玉が乗ってて、はい、とってもマイルドにやってたんですけど、はい、そこもなんかこだわりとかありますか？そうですね、ミートがちょっと辛めなので、辛いの苦手な方でも食べていただけるように、アボカドとアモン玉でマイルドに、仕上げました。いいですね、とっても合っててですね、美味しかったです。あと、まあ、食べてみてちょっと何ですかね、さっぱりしてるっていうか、お肉割とサクサク食べれたんですけど、はい、その辺は何かありますか？どうしてもあのひき肉だと油が多いの で、ね、国産の合いびき肉を、結構長時間炒めて油を落としてます。あ、油を落としてだからあんなさっぱりいただけたんですね、はい、なるほど。あ と、ご飯の方もあのただの白米じゃなくて五穀米かなんかかなって思ったんですけれども、うちは15穀米、なんと15穀米、はい、そこら辺もこだわりが。そうですね、鉄分とミネラルが豊富なので、まあ、体にそこまでちゃんと考えてくれてる、ヘルシーな
一皿になっていたようですね。野菜もいっぱい入ってましたし、うん、女性は多分好きだと思います。あと、うん、まあランチにスープもついてましたし、はい、飲み物もついてて、それで桜井さん880円だったんですけど、はい、超ぶってすく安くないですか。いや僕のあの価格設定ミスで、はい、だいぶ安くしてしまったんですけど、はい、まあ、たくさんの方に食べていただきたいので、うん、はい、しばらくこの値段で頑張ろうかなと思ってます。あ、そうです、ぜひお安いうちに皆さんいらしてください。続きまして、お店についてお伺いしてみたいと思います。ジャック、このお店何かコンセプトがあるんですか。コンセプトは僕がポートランドがちょっと好きなので、はい、まあ、お店の内装をなるべくシンプルにしたかったのと、うん、はい、あと、まあ、サザン通り沿いなので、はい、サーファーとかが集まるローカルなお店が多いんですけれども、うん、はい、あえて湘南っぽさを出さないで、お、はい、なるほど、いわゆるあのアロハな感じな湘南っぽさっていうのじゃない雰囲気にお店を仕上げたっていうことらしいですね、はいはい、とっても色味とかもですね、シックで落ち着いてていい感じでございます。はい、どうもありがとうございました。お店は、朝11時半から夜11時までノンストップで営業してますので、皆様お越しを心よりお待ちしております。